はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、たったの15秒で効くプランクを紹介しようと思います。通常のプランクがですね、もう長い時間できちゃうよっていう人は、できるだけ時間を短くしてね、効くプランクをやっていく方がしっかりお腹に効きます。で、今回は食後にですね、お腹が出ちゃう人、そういった方はね、お腹を抑える力が弱い証拠ですので、今回みたいなプランクをしてもらえたらと思います。ではやり方を紹介します。まずプランクをしっかり効かすコツとしては、お尻が出ないようにお尻を締める、お尻を締めることによってお腹をしっかり力を入れて縮めることができますんで、その状態を作ってからキープをしてください。お尻が出てる状態でキープしちゃうと、お腹が伸びてしまって筋肉緩んだ状態でキープになるんで、これでね、長い時間プランクできるよって言ってもあんまり効いてません。ぐっとお尻を締めてキープです。まずこのポイントをしっかり踏まえた上で、今回は通常のうつ伏せから足閉じて、肩幅の肘よりも手を広げて横に、これで体をまず腰を締めたまま体を浮かせます。この状態から上体を後ろに持っていきます。要するにつま先の位置はそのまんまで、かかとを後ろに見てもらったらわかるんですけど、かかとを出す、後ろにかかとを出す、これでキープです。これを今から一緒に15秒間キープしていきましょう。腰をしっかり締めていきましょう。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、お疲れ様でした。たったの15秒でしたけども、まだいけるよっていう人はね、まあもちろん20秒30秒やってもらってもいいんですけども、プランクはですね、腰がしっかり丸くできてないと長い時間キープすると腰を痛めやすいです。あとはですね、元からお尻がしっかり出てる人、それお尻を丸めれない人が長い時間キープしてしまうと、背中の力の筋肉が強くなってですね、反り腰が悪化してしまいますので、まあ大体15秒ぐらいが、まあ、今回のプランクはベストかなという感じになります。これをですね、毎日やってる運動に1個含めてもらって、たったの15秒ですからやってもらったらと思います。で、まずね、肘をちょっと広くしてキープしたんですけども、狭くしてもできない人はね、広くしてもできないんで、そういった方は狭くしてやってください。狭くして腰を丸める。で、それができるようになってくると、狭くしたままでかかとを後ろに下げるっていう感じでできたら、今日みたいな手を広げて上半身を保ちにくい状態を作ってプランクです、といった感じでやってもらえたらと思います。で、今回頑張った方はね、グッドボタンやコメントお待ちしてます。コメントもですね、うまく活用してもらうと、今日やりましたまるとか、今日は15秒できませんでしたとか、そういったことをコメントに残してもらうとですね、自分の成長に気づけますんで、よかったら動画、各動画にコメントを残してもらって、成長の過程として見てもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。今日はお腹全体に効くプランク、しっかり食後にね、お腹が出ないようにするプランクでした。